いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。チャンネル登録、LINE とツイッター本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。このチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方に特にお勧めできる内容となってますので、ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今日は相談にお答えするという動画ではないんですよ。最近いただくご相談ですごく多いのが、婚活サイトとか、または結婚相談所に登録してるんだけど、なかなかうまくいかないっていう相談がすごく多かったので、婚活がうまくいかない人とか、こう彼女とか彼氏がなかなかできない人の特徴っていうのをですね、ちょっとまとめてご紹介しようかなと思います。まあ、これに当てはまってたらね、ちょっと改善していただけたらうまくいくと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まず一つ目、笑顔がない。やっぱりね、笑顔っていうのは、まあ、どこを見ても誰に聞いても絶対言われると思うんですけど、笑顔があるのと笑顔がないのだったら、やっぱり笑顔がある方が絶対にモテます。人が自分のことをどう思ってるのかっていうのは、何を喋るかよりもどんな行動をするかで判断してる部分が大きいんですね。だから笑顔みたいにパッと見てわかるっていうのはすごく重要です。だから笑顔は絶対です。2つ目、うなずきがない。うなずかないっていう人結構いるんですよ。でもうなずきはちょっとしっかりした方がいいですね。うなずきって自分が思ってるよりも結構浅いので、しっかりうなずくことで、相手の話をよく聞いてますよというメッセージにもなるし、あなたの話面白いですねとか、もっと聞かせてくださいという、こう無言のメッセージを伝えることができるので、相手はもっとこう話しやすくなってきます。で、しっかり話すことができれば、相手はこの人は自分と会うんだって勝手に思うんですね。だからしっかりうなずいて、相手が話しやすい雰囲気というのを作りましょう。3つ目、自己開示しない。自分の話全然しないっていうのはですね、やっぱ一緒にいる相手はかなりしんどいです。まあご時世的に何でもかんでも言ってもいいっていう時代ではないけど、まあ趣味とか、だいたいどのあたりに住んでるとか、まあ話を広げるためのフリとして、やっぱりこう少しは兄弟は何人とかという話とかはね、やっぱした方がいいです。警戒するっていうのは本当に大事なことなんだけど、自分のこと全く信用してくれないんだなって思う相手とは、次会いたいなとか好きだなって思いにくいんですよ。全然何も言わない方っていうのはいらっしゃるんですけど、やっぱりそういう時に相手はデートの後何を思うかっていうと、 100% あの人の仕事スパイなんかな、そう思われたくなかったら、住所とかね、そんなんは言う必要ないけど、まあある程度言えるところまではやっぱりお話をされた方がいいです。4つ目、警戒しすぎ。警戒するっていうのはすごい大事なんですけど、やっぱね、さっきのところでも言ったんですけど、警戒のしすぎはね、めちゃくちゃ感じ悪くなります。例えば相手がまあデート終わってね、送ってあげるよって言ったとするじゃないですか。この時に全員ね、体目的やと思ってる女性もいるので、それは違うよっていうところですね。男性っていうのは基本的に優しいので、送ってあげるよって結構みんな言ってくれるんですよ。下心なくですね。でもそう言われた瞬間に、この人私の体も目的なんやわと思って、さって青ざめて帰っちゃう女の子とかいるんですけど、やっぱりそれはですね、早とちりというか、みんなその下心があってそう言ってるわけではないっていうところは、やっぱり覚えておいていただきたいなと思います。もちろん悪いこと考えてる人もいるから、断ることがダメなわけじゃないんだけど、断るときはそうやって言ってくださるのは本当に嬉しいんだけど、でもちょっとこの後寄るところがあるから、本当にありがとうっていう感じで、相手を傷つけない断り方をしましょう。私の体が目的やったんね、プンプンみたいな感じで怒って帰るとかはダメです。これはね、男性もそうですね。相手の女性が桜なんじゃないかと思って結構警戒してらっしゃる方とかいるんですけど、確かに警戒するっていうのは本当に大事なんですけど、警戒のしすぎはチャンスを逃してしまうので、まあほどほどにされた方が、もしかしたらそうかもしれないけれど、この人はどういう人なんだろうって思って接していくっていうのがおすすめです。5つ目、自分の話しすぎ。これ結構あるんですよ。すごく好きだなとか素敵だなって思った相手に対して、必要以上に自分の話をガンガンにしていく人っていうのがいるんですけど、ガンガンにしていって成功するのはめちゃくちゃモテる人だけです。やっぱりね、自分の話をするよりも
相手にアピールさせる場を作る方がモテます。それはね、人っていうのは自分の話をみんな聞いてほしいからですね。だから自分の話をする人よりも相手に話をさせることができる人の方が圧倒的にモテるわけです。なのでデートとか落としたい相手がいるっていう場合は、自分の話は控えて相手に話させるっていうことが大切なんですね。でまあ余談なんですけど、ワンナイト行きたいなっていう時は自分の話をしまくった方がうまくいきやすいです。聞くよりも話す方を多めにしてください。6つ目、完璧を求めすぎる。結構ですね、付き合う前から盛り上がっちゃって、なんか結婚したらどこに住むとか、子供は何人欲しいねとかいう話をしてくる人いらっしゃるんですけど、付き合ってもない段階でそんな話をするっていうのはやめた方がいいです。相手に惹かれるからですね。これはね、結婚相談所で出会った場合も一緒です。正式にお付き合いするって決まってから細かいところを合わせていけばいいので、最初からですね、何でもかんでもクリアにした状態でお付き合いを始めなければいけないというわけではありません。アプリで出会った場合は絶対そうですね。ちゃんとこう相手の返事をもらってないのに、親の老後がどうとかっていう話をするっていうのはやっぱり早すぎます。あとね、やっぱりね、付き合ってみないとわからないことっていうのはたくさんあるんですよ。嫌だなと思ってても仲良くなってきたらすごくいいやつだったっていうことがあるように、すごくいいなと思っても付き合ってみたらちょっと違ったなっていう場合も絶対あるんですね。だからこの人は完璧なんだと思って付き合うよりも、まあ告白されたら、まあ一回お試しで付き合ってみるかみたいな感じで付き合ってみるっていうのがやっぱりいいと思います。生理的に無理だとかだったら話は別なんですけど、まあ別にいいかなって思う相手だったら一旦付き合ってみて、まあ合わへんかったらしゃあないかなって、まあ合うんやったらそのまま長く付き合えたらいいよねっていうぐらいの軽い感じで恋愛っていうのを始めてみても全然いいんじゃないかなと私は思います。ということでね、今日は結婚できない方の特徴っていうのをこうお話ししたんですけど、まあ結局のところね、これってね、異性だからちょっと難しいって感じるかもしれないんですけど、結局友達になる時もそんな変わんないんですよ。友達になる時だって笑顔でうなずきながら自分の話をして、あんまり警戒しすぎてたらやっぱり相手から嫌がられるしという感じで、恋愛だって友人関係だって始まりっていうのはみんな一緒なんですね。だから恋愛だからってあんまり変に構えたりせずに、友達を作る感覚でいろいろね試していくっていうのがおすすめです。その方がね早いと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。そうですね、最近ですね、結婚相談所に関するね、対する目というのも徐々にですね、良くなってきてるように思います。なんか昔はなんか売れ残りが多いっていう風に言われてたんですけど、最近はそんなことないと思うし、とかもともと別にそういうことないと思うんですよ。出会いがね少ない方も登録されてるから、別に結婚相談所が冴えない人たちの集まりっていうわけではないです。だから早く結婚したいなって思ってらっしゃる方がいたら、まあ、結婚相談所にね一度、まあ、相談に行ってみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。ただまあでもね、結構高額じゃないですか。だから一度ね自力でアプリとか、まあ、そのマッチングサイトでやってみて、で自分にはちょっとそれが合わないなと思ったら結婚相談所に、まあ、話を聞きに行くっていう流れの方がいいんじゃないかなとは思います。まあこれもねご縁のものなので、どこでどんな出会いがあるかっていうのは本当にわからないのでね、ご自身が納得できる形でやっぱりこう相手、一生の相手っていうのを見つけることができればそれが一番だなって思ってます。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。